はい、ごきげんようでございます。本日はどちらに来てるかと言いますと、はい、いわき山神社という場所に来ております。こちらは青森県の弘前市にあります。そして今日登る山は、はい、文字通りいわき山に登ります。ただ今日は台風5号接近中ということで、やや怪しげな天気となっております。急いで登りたいと思います。いや、立派だね。立派な参道です。それでは早速行ってみましょう。グレートトラバーススタートです。これは早速安全登山祈願をさせていただきたいと思います。開いてない、開いてないけど、ドアの前で祈願させていただきたいと思います。安全登山祈願終了。いやー、なんかひどくない？去年の福島県の磐梯山登った時もなんか台風来てて、夏休みになんで都合よく台風来んねんって話よ。あった、ここは何ですか？シュート目石焼け止まり日打つ。女人禁制時代、女性の登山者はここから一歩も上に登山することはできなかったそうです。シュート目焼け止まり日打つです。ゴツゴツした大きい岩の登山道が続きます。とても歩きづらいです。山頂まで40分、あと40分らしいです。めちゃ風強い、台風来ちゃってるよ。あと人工建造物があります。あれは何でしょうか？ホーヒュッテらしいです。鐘があります。結構響きます。あっと、そしてここが、はい、岩木さんと それでは下山します。はい、というわけで今回は青森県弘前市にあります日本百名山いわき山に登ってきましたと、まあ、台風がもう接近中ということで眺望はありませんでしたが、かなり登りごたえのある山だと思います。登山道は長いので皆さん体調を万全にして登ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。バイ。新しい